はい、誠でございます。今日はですね、ライブ配信で、使いやすいミキサーの紹介。これはミキサーとオーディオインターフェースがね、一体化された製品が出ておりまして、今回ノートパッド FX という、サウンドクラフトの製品を紹介していこうと思います。一般的には、定番品ヤマハの AG03 なんですね。で AG03 は、とてもよくできてまして、まずマイクをつないで、ギターをつないで、もしくはキーボードをつないでね、そして、パソコンとつないで、カラオケを流しながら、歌ったり、することができると、なおかつボーカルには、コンプイコライザーとか、あとエフェクトがついてる。エフェクトっていうのはいわゆるカラオケですね、こういった感じです。こんにちは、こんにちは、こういう感じでね、いわゆるリバーブとかエコーとか言われるもんですが、このエフェクトがついているっていうところでね、非常にコンパクトで使いやすいということで、バカ売れしている製品でございます。それに対して、このサウンドクラフトノートパッド 8FX に関しては、AG03 ほどあまり知られてないですが、これもね、だんだん定番になってまいりました。といったことでね、今回は、サウンドクラフトノートパッド 8FX の紹介をさせていただこうと思います。はい、それではですね、 AG03、先ほども、少し、話しましたが、 AG03 のね、いいところは皆さん、他の動画でご存知だと思うので、僕自身が困ったこと、よく困ったと、他の配信者から聞くことを、いくつか、ご説明しようと思います。まずね、エフェクトっていう先ほどのいわゆるカラオケエコーですね、これついてるんですが、基本的にはね、パソコンから、操作しないとオンオフしかできないんですね。本当はこうリバーブ量の調整とかいろんなことをやりたいわけですが、これはパソコンと接続してドライバーを入れて、そのドライバーで、やるということで、設定がスマホに直で挿した場合できないんですね。つまりオンかオフかしかないわけです。それが、困ったっていう点が一つ。もう一つはね、オークス端子、これは、パソコンとか、あとまあ他の、オーディオとかからね、カラオケを流す場合にですね、このオークス端子から入れてカラオケを流すわけですが、オークス端子に音量つまみがないんですね。つまりどういうことかというと、パソコンから、オークス端子に入力する場合はパソコンで音量調整するしかないと。そうなってくると、パソコンで音量が足りなくなった時に、稼ぐ方法がないということでね、まだちょっとややこしいことをしなきゃいけない、そういった意味で、困っています。でもう一つはね、このリバーブに関して、先ほど言いましたカラオケエコー、今後リバーブと言いますが、リバーブに関してね、ギターとかキーボードに使う用のこの 2-3 チャンネルに関して、リバーブが効かないんですね、残念ながら。っていったこの3つがね、AG03 の困ったところです。これが全てね、サウンドクラフトノートパッド 8FX では解決することができますので、それを今から説明させていただきます。はい、それではね、こちらの、図を見ていただいたら分かる通りね、大きさ少し、ノートパッドの方が大きいですね。だいたいちょっとだけですがね、置くスペースはちょっとだけ増えます。ただデメリットはそれぐらいで、他に困ったことというのは僕は今のところは感じたことがないですね。まず、AG03 の方はマイク用の1チャンネル、そして、ギターキーボード用の 2-3 チャンネル、そしてオークスチャンネルということで、実質ね、3系統しか入力ができないわけです。それに比べてノートパッドの場合は1チャンネル、2チャンネル、これはマイクも入力できるチャンネルですね。そして3、4チャンネル、5、6チャンネル、7、8チャンネルということでね、合計5系統入力ができます。でなおかつね、全てね、1、2、3、4、5、6、この4チャンネル、4系統に関してはね、ゲインまたはトリムつまみって言ってね、いわゆる音量調整つまみが、ついています。ちょっとね、後ほど説明しますが、意味がちょっと違うんですけどね、
1チャンネル2チャンネル用のゲインつまみというのは音量を稼ぐためのつまみです。つまり、例えば1という大きさで入ったら上げれば上げるほど音が大きくなっていく、こういうつまみなんですが、3、4チャンネル、5、6チャンネルに関してはトリムつまみといいまして、その1という音が入ったら大きい方向にもできるし減衰する方向にもできるということでね、レベル調整といいますが、この音量調整がしやすくなっているというのが特徴です。これが1点目。で 2点目がですね、3バンドイコライザーがついてますね。1チャンネル2チャンネルには3バンドイコライザーがついてる。3バンドイコライザーですね。3バンドって言うと分かりにくいか。3バンドイコライザーがついてまして、まあ、簡単ではありますけど、一般的なミキサーについてるような、ロー、ミッド、ハイっていうね、3つの周波数に関してブーストカットができるっていうのがついてます。これがついてるとね、便利なんですよ。例えばね、マイクの特性上どうしてもモコ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 するとかね、どうしてもシャリ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 するとか、まあそういったことを、簡単にですが補正ができるので、マイクの音質をね、いじることができます。これね AG03 にはなかったんですよね、なかったので、このノートパッド 8FX に関してはその3バンドイコライザーがついてる、これも一つの利点ですね。そして3番目、これがね僕にとって一番大きかったです。ここの列ですね、オークスっていうつまみがあります。オークスっていうのはね何かっていうと、これには実はねエフェクターが入ってまして、いろいろあるんですよ。例えば3つとも押すとねカラオケ傾向になるし、上だけ押すとディレイになるし、真ん中押すとコーラスになるし、下押すとリバーブになるしっていうことでね、ディレイ、コーラス、リバーブに関してはまあ簡単に言いますと、ディレイが山彦で、コーラスが、ちょっとダブらせてねこうふわふわした音にする、そしてリバーブというのは、お風呂とかトンネルの中での反響音、まあ、こういった感じですので、基本的にはねこういった感じです。聞いてください。まずディレイだけをします。こんにちは、こんにちは、ね、分かりましたか。今みたいに、なっていきますね、山彦のような。で次がコーラス、これがコーラスですね。音が変わったの分かりましたか。これ同時に使うことはできないんですがね、コーラス、これがコーラスの音です。そして次がリバーブです。これがリバーブの音ですね。これがリバーブの音です。この横についてるパラメーターというつまみでね、リバーブのかかり方調整ができます。あー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 、まあこんな感じでね、調整ができます。これ3つとも押すとねカラオケ以降こういった感じになりますね。こういった感じになります。まあ、全部合わせて4種類のエフェクトが使うことができるということで、便利ですね。そしてねこれ便利なのはね、全てのチャンネルにそれに対してどれぐらいかかれ、それをかかり具合を調整できるね、これに対してどれぐらいかかるせることができるかっていうのを調整できます。このつまみですね、例えばリバーブだけかけてみますね。今こんな状態なんですが、これを深くかけるとこうなりますし、浅くかけるとこうなりますね。回してる最中ちょっと一瞬ねなくなったりしますが、まあこういった感じで、リバーブをかけることができる。ギターにねリバーブかけれるとか、他の楽器にリバーブかけれるっていうのは実は非常に便利でしてね、僕の場合は1チャンネルにマイクを入力し、2チャンネルに、ギターを入力しています。なのでね、ギターを入力した場合にも、リバーブをかけることができる、これが便利ですね。で次がですねパンと言いましてね、パンというのはね、まあ、ステレオで聞いてらっしゃる方、ヘッドホンで聞いてらっしゃる方はお分かりになるかもしれませんが、今はね右と左同じに聞こえますので真ん中から僕の声が聞こえてると思いますが、振り切りますよ。これ今どうですか、片っぽから聞こえますよね。
同じくこれは逆の方から聞こえますね。こういう感じで、パンを振ることができるわけです。でこれをやれるかやれないかっていうのはね、実は非常に分離が良くなったり良くなくなったりするのでね、真ん中から全て聞こえるよりもこっちがギター、こっちがボーカルっていう風に聞こえた方がいいとか、まあ、いろんな使い方がある。このパンが使えるっていうのは非常にいいですね。基本的にはこの4つ。そして、最後に5つ目ですが、AG03 の場合はね、さっき言ったオークス端子から、何かオーディオを入力するしかなかったんですが、こちらの場合はね、普通にね、ステレオ入力が2つあります。3、4チャンネル、5、6チャンネル、7チャンネルはちょっと一旦置いときますが、3、4チャンネル、5、6チャンネルに関しては、ステレオで入力ができますので、僕の場合は、PC からね、3.5mm を通して、Y ケーブルというね、2つに分かれている、ケーブルがあるんですが、それを通して LR に入力しているというような、使い方でやっております。はい、そして、6点目になりますね。6点目になりますが、ボリュームが調整できるんですね。最終的に今までこの黄色いつまみ、パンのつまみまででね、いろいろなんていうんですか、音を作って、そして最終的にそれをどうミックスするか。普通のミキサーではこういうね、フェイダーっていう上げ下げするやつがついてますが、スペースと予算の関係上つまみになってますけどね、これで、各つまみを調整して音量のバランスを決めていくわけです。まあ一般的なミキサーの入門の方にはもちろん、もともとミキサーが使える方にも非常に使いやすい設計になっている、ノートパッド 8FX を今絶賛おすすめ中ということですね。はい、ノートパッド FX のご紹介を、続けているわけなんですけども、まあ、最後にまとめとしましてね、いくつか、先ほどの説明で、説明できてない部分がありましたので、そちらをちょっとご紹介しておきます。先ほど言いましたね、エフェクト、まあ、リバーブがメインなんですけどね、このリバーブのユニットがですね、レキシコンという会社の、製品を使われています。レキシコンで調べていただくと分かると思うんですが、まあ、リバーブではかなり、定番の会社でね、まあ、シュレーダー方式といいますか、デジタルリバーブでは定番の会社です。そこと提携をして、そのエンジンを積んで、やっているということでね、リバーブの品質が非常に、まあ、いい品質です。それと、サウンドクラフトのですね、ヘッドアンプといいますけども、まあ、いわゆるマイクの音を作る基本的な音質がですね、この価格帯にしては、それなりにいいということで、まあ、その2点を最後にご紹介しておきます。あとですね、今回はこのミキサーの使い方を説明したんですが、そもそも配信に、どういったものが必要で、例えばマイクが必要だとか、いろいろあるんですけどね、まあ、そういった、何が必要なのかがわからないという方のための、動画であったりとか、あともっと、深く知りたい、どういう風に設定していくのか、どういう製品を使うべきなのか、どうすると、いい音になるのか、まあ、そういったところもね、どんどん動画を今後とも作っていきたいと思いますので、これからも、誠の趣味の部屋チャンネル、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。誠でございました。ありがとうございます。